はい、ぐるぐるの時間がやってまいりました。どうも、あゆです、今回はですね、ミート率を上げる練習方法をご紹介していきます。はい、ミート率ですが、これはね、入射角度が大事になってきます。この入射角度が綺麗に入らないと、うまいことミート率を上げることができません。ではどういう入射角度が大事かというと、上から入る角度ではなく、レベルブロー、水平に低い位置からボールに当たる、これが大事になってきます。なので、この低い場所から入ってくるっていう練習方法を今回ご紹介していきます。はい、悪いこのね、入射角度、上からガツンと入る、こうなる人の特徴としては、右肩が前に出る、で、手元が前に出る、そして上から入ってきてアウトサイドインですね。この人はだいたい上から入るんで、入射角度が悪くなります。入射角度が悪くなると、ボールのところに綺麗に降りてこないと、うまいことは当たりません。なので、要は1点ですよね。ここの場所にうまいこと当てないといけないんで、かなり難しくなります。なので、少しでもタイミングがずれるとうまいこと当たりません。ですが、そのレベルブロー、低い場所から入ってくることによって、まあ、点で捉えずに線のように、少しタイミングがずれたとしても、しっかりと面に当たってくれるようになるんで、低い場所から入れましょうっていうことになってきます。はい、ではちょっとね、まず悪い例として、右肩が出て上から入るとどういう動きかというと、はい、こういう感じでね、球が低くなったりとか、なかなか球が上がらなかったりとか、あとは距離がね、出にくくなってきます。なので、しっかりと低い場所から入れるようにしていきましょう。はい、では低い場所から入れる練習方法なんですが、まず一旦普通に構えてもらって、そこから普通にいつも通りのトップの場所を上げていってもらっていいです。ここからが大事なんですけど、このグリップエンドを一旦この右腰に下ろします。はい、そうすることでクラブがしっかりと低い場所に降りてきます。で、その位置から体を回してインパクト、このイメージを作っていくことが大事になってきます。これをね、一つずつ分けながら上げて下ろして振る、このね、分けて打つ練習をしてください。そうすることで、しっかりとここに下ろさないといけないんだなっていう感覚が出てきます。そして、低い場所から打つっていうのが身につくようになってきます。なので、上げるのを1、下ろすのを2、当てるのを3、これで分けてやっていきましょう。では実際にやってみますね。1、2、はい、これで大事になってくるのは、この2で下ろした場所から3、この3の時に手を使わずに体を回すっていうのが大事になってきます。手でやっていこうとすると、ダフったりとかトップしたりとかしやすくなるんで、そこからは体を回して一緒に回っていきます。もう一回いきますね。1、2、3ですね。1、2、ここから体回して、このような感じで1、2、3、これで分けて打つ練習をしていきましょう。それを最終的にはスムーズにつなげていきます。ここに下ろすイメージを持って打つ、そうすることで、しっかりと下ろすっていうところまで体を我慢できるんで、ヘッドアップが予防できたりとか、いろんなミスを減らすことができるんで、このね、しっかりと右の懐にしっかりと入れ込む、そして打つ、この練習で、ね、ぜひやってみてください。これはアイアンじゃなくても、フェアウェイウッド、ドライバーでも同じ練習をしてもらうと効果的ですので、ぜひ試してやってみてください。では今回はね、ミート率を上げる練習方法でした。では以上になります。ありがとうございました。